本日は街歩き研究家の和田悟さんにお越しいただきました。和田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ディープに歩こうたぬき工事編、今回は和田さんと一緒にたぬき工事を歩きながら、街の成り立ちなどに触れながら、たぬき工事の知られざる謎についてお聞きしていきたいと思います。それでは和田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、1丁目にだけこの真ん中に十字路があるんですよね。でこれはもともとたぬき工事が2丁目から始まっていたことから始まるんですよ。で東西方向の中通りっていうのは基本的にはこの西2丁目から始まっていたんです。たぬき工事も例外ではなくて西2丁目から始まっていたんですけれども、明治時代の中頃にちょうどこのたぬき工事の突き当たりだったこの1丁目のあたりに酒屋さんがあったんですよね。で三国屋というお店があったんですけれども、南部中平って言いますよね、あのオリンピックで金メダルを取った、その南部中平さんのご実家だそうなんです。なるほど。そこのお店が自分の敷地内に通路を通したんですよ。そしてこのもともとあった南北の中通りに初めてつながったんですよね。もうつなげてしまおうということになったんですね。そうですね、敷地の中に道を、あの市道として道を作ったのが最初なんです。当時は、その通路はこのたぬき工事の道幅ではなくて、もう少し狭かったそうなんですよね。で最初はその通路のことをたぬき工事1丁目ではなく弁天工事と呼んでいたそうなんですけれども、それでこの新しくこの南北の中通りにつながったので、その頃からこの南北の中通りを狐工事と呼ぶようになったそうなんですよね。狐ですか。はい、それはおそらく狸と狐の化かし合いから狐ってシャレで呼んだんだと思うんですけれども、でそれからもしばらくここは定時路だったんです。で今私が立っているこの辺りでこの道が終わっていて、この南北の中通りにどちらかに流れるしかなかったんですよね。でここには札幌商品陳列場というあの観光場の一つがあったんです。でも大正時代にそれが火事で焼けてしまいまして、その復興の時に、創成川までこの道を新たにつけたんですよね。ですから大正時代になってやっとあのこの狸小路1丁目が創成川まで貫通したということになります。なるほど。そしてやっと二条市場まで一直線で行けるようになった、はい、そうなんです。その頃はその何々工事っていうのが他にもあったんですよね。まあ、ちょっと狸工事とはから外れますけど、二条市場 の真ん中ぐらいに南北の中通りがあるんですけども、それは雨だれ工事と呼ばれていたんです。雨だれ工事、そこ、はい、雨だれ工事には骨董品のお店が多かったらしいんですよね。なるほど。それでこう多分この軒先から雨水が滴っていたので雨だれ工事と呼ぶようになったんじゃないかと思うんですけれども、まあ、そういったものの一つとして、たぬき工事、きつね工事、弁天工事、雨だれ工事といういろんな工事、名前の工事があったんですよね。今名前として残っているのはたぬき工事だけです。たぬき工事、はい、ちなみにたぬき工事はなんでたぬき工事っていうんですか。ああこれはですね、たぬき工事は劇場から始まったんですけれども、その劇場のお客さんを当て込んで飲み屋街になったんですよね。でその飲み屋街にあの酔っ払った人たちが歩くので、今度それを狙った夜の女性たちが歩くようになったんですよ。で彼女らのことをタヌキと呼んだんです。タヌキ、はい、ゴケとかタヌキとかそういう呼び方をしたんですよね。で、あの工事を歩くとそのタヌキに化かされるよということで、誰言うとなくタヌキ工事というようになったそうなんです。一応たぬき工事商店街の公式ホームページでは、本当に動物のタヌキがいたからという説も書かれています。もちろん動物ですからここにだけいたわけではなくて、ね、はい、あの札幌中にいたとは思うんですけれども。1丁目の L 字街に着きました。和田さん、ここもたぬき工事の中では特徴的な、ね、そうですね、あのちょっと不思議な通りですよね。でここはもともと昭和8年にこの今私たちから見ているこの突き当たりに観音堂ができたんですよ。で浅草の観音様を祀ったんですよね。でそしてこのたぬき工事からも
西2丁目通りからもどちらからもお参りに来れるようにということで、うん、2本の参道がつけられたんです、うん、それがこの L 字街の始まりなんです、うん、で観音堂自体は昭和50年に、うん、亡くなってしまったんですけれども、うん、で残ったこの L 字の通路に、うん、個性的なお店が並んだんですよね、うん、それで今でも L 字街という名前をつけて親しまれています、うん、なるほど。ここに観音堂ができるよりも前に9丁目にも観音堂があったんですよね。でどちらも浅草の観音様を祀っているということになっていたんですけれども、本家争いみたいなのが起こったそうですね。なる